おー、画質綺麗だな、俺の家。今頃、画質綺麗なのは俺の携帯だ。そっか。お前、家が綺麗なの分かる。画質綺麗なのは俺の携帯のおかげ。めっちゃでもいい。今後やってこうよ、ここで。え、てか、うん、僕の家っていうのまで紹介しないと。1月に引っ越しました。何あります。ちょ、ダメダメダメ、あかん。来ないって、お前の家なんか。来るよ、ファン多いから。勘違いすんね。危ない、玄関に殺到しろ。あ、これサムネに行こう。今の、もう一回やって。何ですか？顔のデカさ。これで行こう。サムネでいい？本当ファンいる？その顔で。いるんすよ。そんなことで今日はちょっと今後のスケジュールについて話していこうかなと思って。ちょっと一人で話すのはやっぱ寂しいし、やっぱり後輩を席に出していこうと思って。本当に最近リールしか上げてないからね。SNS プレイヤーみたいになりつつあるから。ああ、はいはいはい。いやいや。本当に試合してるのかっていうね。いや、それは俺も言われるよ。あと8分の動画を出しただけで、なんかすごい俺を理解したような感じで、練習しろよとか。まだ言ってんの？言ってる人、めっちゃ。まあ、いっぱいはいないけど、ね。いや、まあ僕そういうの全然気にしないですけど、何時とか。まあ、ほんと？サーブがダサいなのか、ニ股なの言われてるけど。黙れ、あいつ。めっちゃ気にしてんじゃん。黙れ。あいつは本当に、返してからいいですか、ね、まず。まあ、SNS もそうだけどさ、まあ、スケジュールは試合前にちゃんとお伝えするっていうのもプロとして大事かなと思ってて。大事だね。大事でしょ。応援してもらうんだったら追ってくれないとね。そうでしょ。俺ら今年だってしてないからね。どういう試合出てくるのかっていうの、ね、そう閉鎖するかしないかとかどうでもいいからね、プロとしても。そうです、閉鎖しないです。よろしくお願いします。ね、今これなんで動画上がってんの。まあ、あれは一つエンタメとして楽しんでいただければ、まあ、白石の好感度アップすごい手伝えたんじゃないかなと思って。白石くんってすごいテニスも上手くてユーモア溢れる選手ですねっていうコメントあった。すっごい好き。5回くらい見た。すごい好き。5回くらい見ました。幸せ。嬉しくて。でしょ。そういうコメントを待ってますな。いや、やっぱ俺も出てくれた人がやっぱ幸せな気持ちになってくるすごい嬉しいから。まあ普通に弱かったけどね。2月12の週かにタイのね、なんて読むんだっけ、ナコン市。はい、問題です。どこでしょう。だって自分が試合行くところの場所も分かんないってやばいです、選手として。はい、いやいや、ナコン市は分かる。ナコン市まで読んだから読んでない。ナコン市タマラット。結構大きめの声で言った方がいい。ナコン市タマラットまで。あ、なるほどね。ど田舎なんでしょ。白石行ったことあるらしいけど。もうね、うん、ジャンゴー。ジャンゴジャンゴーすか。ジャンゴジャンゴジャンゴか。なんかほんとなんもないんでしょ、田舎で。ほんとになんもない。なるほどね。ど田舎。もうだから山形とか。あ、すっごい声ダメだ。気づいた。今、うん、危なかったね。危ない。まあ、まあ、乗せるかどうかは俺次第だけど。山形さ、免許合宿行ったんよ、去年。うん、もう何言ってるのか分かんない、山形ね。あ、山形弁がね。すごい、山形。あ、なるほどね。もう、うん、本当に、うん、もう何もう、すんだべがみたいな。柳川に来る留学生もみんな博多弁で帰るって言ってたね。山形すんごい、よく免許取れた。ナコン市もおそ話。ナコン市。やっと一週一号の試合に行ってくるんですけども、今年初かな。1月はもう丸々練習とトレーニングって決めてて、まあ、結構白石と練習して、そこそこいい練習ができて、でトレーニングも、西岡選手と今同じトレーナーさんに見てもらってるんですけど、まあ、課題に沿ってもバチバチに、トレーニングして。行かせてね、テニスにね。まあそんなわけで、ナコン市へ行って、そこからちょっとリスト次第で、オーストラリアのトララルゴンっていうところ、2-5なんですけど、2週出るか、そのままタイに2週いるか、3週か、っていうスケジュールとなっております。で、白石ほぼ一緒だね。タイ行かないだけだね。ジャンゴーには行かないです。ジャンゴー行かない。オーストラリア2週行って。オーストラリア2週、19の週から2週トライして、うん、帰ってきて日本のフューチャーズ、はい、何年ぶり ?5 年ぶりか。コロナ後なかったもんね。僕が在学中の4年間1回もないですから、ね、あ、そう。ということで、まあ僕もアジアフューチャーズ、早稲田フューチャーズ、筑波フューチャーズ、千葉フューチャーズ
日本の大会4大会、出る予定となっております。その4州出て、僕は多分またアメリカの方に戻るかなと、思います。え、何？戻るんですか？戻るよ。何のためにですか？いや、あっちも試合も出やすいしさ。まあ一応ビザの関係でね、そんなあんまりアメリカの方に行けず、去年ぐらい日程調整しながらアジア回ったりしてたんですけど。みんな言ってましたよ。俺は日本が心地よくなってる。何の事情も知らないでしょ。心地よいからいいと思ってるでしょ。みんなやってます。逆に言う、そういうやつって心地いいから逆に外出れてないやつだけどね。なるほどね。うん、俺なんてもう去年とかも1月から8月までずっと海外いたからね。それすごいね、うん、僕できないですもん、うん、悪いけど心地いいとか言われても君らの10分の1ぐらいしか今日本にいないから。いや僕言ってないですよ。あ、言ってない、僕一切言ってないです。あ、そんな感じかな。そうね、そう、僕はそうですね。そうですね、たまにタメ語が増えてきたんじゃないかなって思ってて、結構ほら被ってもない先輩後輩じゃん。いや、山形弁とかこんなもんだってえ、また山形弁バカにしてんの知らないけど。山形弁もタメ語だよ。いやいや、俺らが山形出身ならいいよ。山形の人は敵に回して今日の動画は終わりということで、いい距離感になったっていうポジティブなあれだよね、小倉さんと。ああ、ここがね、そう、タメ語がいい距離感だと思ってんだ。親密な関係、あの人のチューブ勝手に使って結構思いっきり伸ばしたりとかね。伸ばしやすかった自分のじゃないとチューブ結構ビクビクやってたんですよ、うん、自分のチューブトレーニング切れる、伸びたりするからね。切れるからね、うん、で今日使ってみて一番伸ばせた。本来であれば先輩のものとかを借りた時はまあチューブトレーニング道具とはいえちょっとほら控えめにしたりとかさ、はい、壊したくないから、そうそうそう、ない一ちゃん伸ばせた分からん、それが理由が分からんな。まあまあ今がこう限界よ、この距離感。いや僕そういうのうまいんで、ギリギリが。ああ、今でも一応伝えたくて今結構ギリギリね、ラストイン、ラストインか、たまに本当にもうちょっと出ちゃってるぐらいの感じなんで。俺がさ、テニス頑張りましょう。じゃあ頑張ろう。いや本当にあの皆さん、まあ、動画ちょっとふざけてるものも多いですが、でもさ、ふざけないとやっぱさ面白くないじゃん。そうそう、だって結局さ、ね、あの見ないじゃん。増田のも白石のも 2.8 万回言ってますから。ちょっとね、閉鎖しますとか言ったらちょっと釣りっぽくなっちゃったけど、 YouTube ってそういうもんだからね。だからただ試合して真面目なコメントしてとかだったらさ、そんなん誰かが上げてくれてるからね。そうそうそう、 YouTube やってみてやっぱりさ面白 おかしくやんないと。そう、やっぱ人とね、これをね批判する人は確かにいるけどね、パンチをしっかり受け止めてね、アドバイスだし、ね、アドバイスです。練習集中しなってね。集中してないように見えてるかもしれないけど、あれも練習終わってから撮ってるしね。よかった、あれ自分に言われてなくて刺さるな。テニスに集中すれば集中してるし、なんなら逆に言えば暇な時間 YouTube をコート上で撮ってるわけだから、うん、テニスむしろしてる時間は長いけどね。やばい、 YouTube やったりインスタやってるし、ちゃんとやってるプロってね、すごいね、暇なように見えてね立派なんよああやってリール乗っけたり、うん、毎日投稿してるって意外と、あ、白石暇じゃんみたいななるけど、うん、違うんですよ。前日から夜ディール貯めて作って文字打って、はい、時間考えて、はい、貯めてやったりしてるんです。それが計画的なね。これを見た動画の人ね、これを見た動画の人ね、これを見た動画の人ね、全員フォローしてください。損はさせないです。まあまあまあ確かに面白いからね、意外と白石のいい。2万行きたいからね今年ね。いや意外といけんじゃん。大きな目標かもしれないけど、うん、絶対フォローしてください、うん、これを見た人絶対ったびっくりしたいんで、あ、これ小倉さんから YouTube 飛んできたんだなっていうのがすごい知りたいんで、これ見た人は絶対フォローしてください。え、はい、もう絶対する。分かったよ、するよみんな。じゃあ僕ら頑張ろうね。あのこうインスタとか YouTube とか、まあ、テニス以外ちゃんと皆さんに応援してもらってる皆さんへのこう還元というか、しっかり情報発信での頑張っていこうかなと。これなんか2人報酬先輩最近、いやいや、最近すごい思うんだけど、お前出すぎな俺の YouTube。 昨日 LINE してきましたね、明日1本動画頑張ろう。じゃあす、またの、じゃあす、バイバイ。きっしょ。